こんばんは、クリミナルです。前回の動画が好評でしたので、今回も引き続き映画化された事件を3件ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは全て邦画となります。なお実際の事件内容について触れますので、ネタバレになってしまう部分がありますが、あらかじめご了承ください。それでは始めます。楽園。2019年公開の映画。この映画は作家吉田修一氏の犯罪小説集を原作としているが、それに加え日本で起きた2つの事件を題材にしている。2004年夏、小学生の女児2人が一緒に下校していた。 Y 字路で2人は別れるが、そのうちの1人の女児が行方不明になってしまう。捜索が行われたが、結局女児は見つからなかった。それから12年後のある夏祭りの夜、また別の女児が行方不明となり、カンボジア難民の子タケシに疑いがかけられた。タケシの母親は渡日する前にタケシにこう言っていた。日本は楽園だ。しかしタケシはその楽園で追い詰められていく。なお劇中ではタケシが12年前の女児失踪事件に関わっているかのような描写がされているが、その真相は明らかにされていない。この件は栃木県で発生した今市事件が題材となっている。その日ある女児が同級生と一緒に下校しており、 Y 字路で別れた。その後女児の行方がわからなくなってしまった。そして翌日、現場から60キロ離れた山の中でその女児の遺体が発見された。女児の胸部には複数の刺し傷があった。この事件は目撃情報や遺留品などもなく捜査は難航したが、市民からの情報提供がきっかけで2014年4月に犯人が逮捕された。犯人は勝又という男で、彼は台湾人の母親と日本で暮らしていた。映画同様、母親は骨董市で偽ブランド品を売りさばいており、たびたびトラブルとなっていた。勝又には無期懲役の判決が下された。次に劇中で描かれているもう一つの事件。十数年前、養蜂家の善次郎が親の介護のために故郷へ戻ってきていた。善次郎は妻に先立たれており、愛犬だけが心の支えであった。そんな善次郎は村の復興を目指し、村おこしのプランを提案するが、それが村の人の反感を買ってしまう。また村の相談役の娘と恋仲になったことでも反感を買い、さまざまな嫌がらせを受けるようになる。そして精神的に追い詰められた善次郎は凶行に及んでしまう。善次郎の件は2013年7月21日、山口県周南市御嶽で起きた事件が題材となっている。この事件の犯人の保見は関東で左官業の職に就いていたが、認知症を患った父親の面倒を見るために故郷に戻ってきていた。しかし彼が戻ってきた故郷は8世帯、人口14人しかいない限界集落であった。保見はなんとか馴染もうと交流を深めようとしたが、よそ者扱いされた。また溝が深まってしまう決定的な事件が起きた。ある飲みの席で住民と口論となった保見が喉元と胸を日本刀で刺されたのである。ただ幸い大事には至らず、保見は軽傷で済んだ。これはれっきとした傷害事件であるが、地元警察は小さい集落だし事を大きくしてはいけないとして罰金刑だけで済ませてしまったのだ。保見はこれに納得がいかず、住民との対立は深まった。すると保見は車庫に不気味なマネキンを置いたり、軒先にダミーの監視カメラを設置したり、窓に奇妙な張り紙を貼った。また住民に愛犬を臭いと言われると激しく怒鳴りつけていた。限界集落において村八分にされた保見の精神はもはや正常ではなかった。そして事件の日、保見は住民5人を次々と手にかけ火を放ったのである。保見には極刑判決が下った。
凶悪。2013年9月に公開された映画、雑誌ジャーナリストの藤井が東京拘置所で元ヤクザの囚人須藤と面会する。そこで須藤が有罪判決を受けた事件の他に、実は3件の殺人に関与しており、先生と呼ばれる首謀者木村がいるという告発を受けた。須藤は先生を慕っていて、先生の名をひた隠しにしていたが、先生が約束を反故にしたこと、また自分の大事な舎弟を自殺に追い込んだことを知り、告発することを決めた。映画では先生に吹き込まれた須藤が舎弟が裏切ったと勘違いし自ら手を下しているが、実際の事件は違う。この事件は1999年11月中旬から2000年7月中旬に茨城県で発生した上申書殺人事件を題材にしている。もともと暴力団組員で何度も逮捕歴があった須藤、堅気になりたがっていた須藤は、自身が40歳の時に不動産ブローカーの紹介で先生と出会った。こうして須藤は先生と一緒に仕事をするようになり、急に羽振りが良くなる。仕事とは映画に出てきたように資産家の男性を殺め、土地を売却したり保険金を騙し取ったりすることである。先生は私利私欲のために何人もの人を手にかけた。その中のある犯行について触れると、先生はある経営者 A を軟禁し、糖尿病や肝硬変を患っていた A にアルコール度数 96% のウォッカを無理やり飲ませた。また A を裸にして油性マジックで落書きをするなどの行為もした。連日無理やり飲まされた A はトイレでどす黒い血のようなものを吐いたが、先生や須藤は飲ませ続け、ついに A は息を引き取ってしまう。ちなみに劇中でスタンガンを押し当てるシーンがあるが、それは創作ではない。最終的に須藤は逮捕されるが、戦術の通り先生が約束を反故にしたこと、舎弟を自殺に追い込んだことで須藤は先生のことを告発。全てが露呈したのであった。須藤は凶悪ではあるが、女性や子供はやらないという心情があった。しかし先生は金のためなら相手が女性でも厭わなかった。実際に先生は須藤に対し、あるスナック経営者の女性を手にかけるように指示したことがあったが、須藤はこれを拒否していた。この一件や先生を告発した件を見ると、須藤が善人に見えてきてしまうかもしれないが、彼がやったこともえげつない。例えば刑務所で知り合った男佐々木をガムテープでぐるぐる巻きの状態にし、生きたまま川に突き落としたり、義理を欠いた行動を取った4人を縛り上げ、1人に高濃度の覚醒剤を注射して死なせ、残りの3人はハサミでめった刺しにして手にかけている。ちなみに劇中で須藤がよく発する言葉ぶっ込むは、原作にはなくピエール・タキシのアドリブである。許された子供たち。2020年公開の映画、この映画のキャッチコピーは、あなたの子供が人を殺したらどうしますか。この映画の舞台はとある地方都市。不良少年グループのリーダー市川キラは、同級生の倉持いつきを日常的にいじめていた。いじめはエスカレートしていき、ついにキラはいつきの命を奪ってしまう。当初キラは警察に犯行を自供したが、母親の説得によって否認に転じた。その結果キラは不処分となったが、世間からは激しいバッシングが巻き起こった。そしてその決定を不服としたいつきの家族は、キラや他の不良少年たちを相手に民事訴訟を起こす。この映画は1993年に起きた山形マット氏事件や、2015年に発生した川崎市中一男子生徒殺害事件から着想を得て制作されている。川崎の事件については過去に当チャンネルで取り扱っているので、山形の事件について触れる。1993年1月13日午後8時頃、山形県新庄市内の中学校に通う C 君が、真っ暗な体育倉庫の中で丸まったマットに頭から突っ込まれた状態で発見された。
発見された C 君の顔は C 君かどうか判別できないくらいに腫れ上がっており、すでに息を引き取っていた。当初学校側はいじめはなかったとしたが、いじめに加担していた D が犯行を告白したことから、この事件に関与した7人が逮捕された。 D によると C 君の家庭は裕福で妬んでいた。またちょっかいを出しても何も抵抗してこないことからエスカレートしてしまったと話した。逮捕された7人は当初口裏を合わせて罪から逃れようとしていたが、 D が両親の呵責に耐えかね罪を告白したのであった。しかしその後、加害少年たちの家族が冤罪を主張し始めた。また加害者側の弁護団は、 C 君は一人で遊んでいて勝手にマットの中に入って亡くなったという自己説を主張した。すると児童相談所に送致された一人を除いた加害少年たち6人は一斉に自供を撤回した。そして1993年8月23日、山形家庭裁判所は6人のうち3人に不処分決定、2人を初等少年院送致、1人を強護院送致の保護処分とした。ただ翌年の1994年、司法は加害少年たち7人全員に刑事裁判の有罪に相当する保護処分を下し、さらに翌年に遺族が加害少年7人と新庄市に対して1億9400万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。そして2004年5月28日、仙台高裁は加害少年たちに5760万円の支払いを命じた。ちなみに映画では加害者とその家族がバッシングを受けているが、実際の事件は逆であった。事件後 C 君の家族には、いじめられる方も悪い、喧嘩両成敗、あんたたちの教育が悪い、飼っていた虫を死なせたようなものといったひどい言葉が浴びせられた。1976年に山形県新庄市に移住してきた C 君の家族は標準語を話していたことからよそ者扱いされていたのだ。そして事件から23年後の2016年、メディアの取材に応じた C 君の父親によれば、加害少年7人のうち5人が結婚し、そのうち3人には子供がいるという。しかし彼らからは謝罪や賠償金の支払いは一切ないという。